あ、これはすごいエコーかかってます。あ、本当だ。オッケー、出ました。はい、いいですね。はい、じゃあそろそろ始めましょうか、バカミちゃん。はい、西日本ハンバーガー協会会長が愉快な仲間たちと送るクリエイティブトークバラエティー、ヤブストリーム。よっ、流れましたね、流れましたね。はい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 、カメラもそろそろ切り替わるかなという感じで、はい、切り替わりましたね。どうも、日本ハンバーガー協会プレゼンツヤブストリームの時間がね、やってまいりました。というわけで、はい、ライブカメラもね、これ引いちゃってますけど、これね、皆さん側がね、これちょんとありますけどね。はい、私はですね、司会務めます、ヤブストリームの MC のヤブ慎太郎です。よろしくお願いします。イエーイ、はい、お願いします。そしてね、マスコットキャラクターと、ね、いうことで、バガミちゃんでございます。はい、こんばがわー、バガミちゃんでーす。こんばがわ、新しい。早速これね、今のちょっとさっきツイートであったね、タコヤさん ZOU さんの、早速パクりましたね。パクりました、パクりましたね。いただきました、いただきました。ちょっとこれ新しくちょっと流行らせましょうということですね。はい、はい。そしてですね、今日も私の隣にいらっしゃるのが、ご存知、大阪王将の中の人の室山あゆみさんでございます。イエーイ。室山まゆみはね、アサリちゃんの作者でございます。村山かな子さんですね。はい、村山かな子さんでございます。よろしくお願いします。いやもうね、本当に1ヶ月ぶりという感じでね。うん、久しぶりですね。久しぶりです。なんか捕まってた、捕まってたんじゃないですか。捕まってたんですね。もう、いや、もうお勤めご苦労様な感じです。お勤めご苦労様です。いや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 、まがみちゃん、僕もね、交通事故とかちょっといろいろあってましてですね、結構大変やったんですよ。もう役払い行った方がいいよ。僕ね、役払い行こうと思って、あそこ、門田薬人のね、東光寺さんに行ってきたんですよ。はい、ただ、門田薬人の東光寺さんに行って、翌日に、北野誠さんと、中山一郎さんっていうね、すごい怪談の本を書いてる人と、一緒にユーストリームとかニコニコ動画同時配信みたいにやったんですけど、そこで、京都のマンションに住む女性のお化けの話を聞いちゃいまして。怖い話ですか？そうです、怖い話を。で、この女性のお化けの名前を聞いてしまったら、原因不明の血だらけになるっていう話を聞いちゃったんですよ。そうで、だから名前は言ったらあかん、言ったらあかんって言ってるのに、その人が名前をポロッと言ってしまって、ちなみに直美さんって言うんですけどね。うわー最低。もう、まあ、何やこれ、最低やなと思って家に帰ったんですよ。で、家帰って寝て起きたら、僕ね、交通事故で僕ね、肘を怪我してて包帯ぐるぐる巻いてたんですけど、その包帯が寝てる時に取れてて、ここ血まみれになってたんですよ。これ実は本当の話です。私たち血まみれですか？血まみれの方向で。あ、じゃあ連絡します、血まみれだったら。だったら連絡ください。ね、北野誠さんもきっと喜んでくれはることでしょうね。夏は怖い話をね。夏はね、怖い話もね、そうそういいかなということでね。はい、マスクーマンから、お、マスクーマンさん大丈夫だったんですかって。ね、ありがとうございます。ね、みんな心配かけて。大丈夫じゃないんですけどね。大丈夫じゃないんですけどね、本当にね。まあ、全治1ヶ月ということでね、まあ、ちょっと今外しましたけど、ちょっとギプスもね、ちょっとつけながら毎日生活してるんです。あ、今外してるんですか？今外しました、ちょっともう暑かったんで。暑さで、暑さでね、はい、ね、こんばんはとかね、グーチンさんもね、バガミちゃんとかね、いろいろいただいて、来てますね。はい、でもバガミの iPhone 見れないの。あれ？バガミちゃんちょっと最近 iPhone に変えたということで、そう、はい、ホワイト、やった、ホワイトです。ね、ですね、ちょっとでもバガミちゃんのね、ここ iPhone のプロいっぱいいますからね、ちょっとどなたか田中さんじゃちょっと一回見ていただいて、助けてください。はい、先ほどのタコヤさん Z おゆさんが、バガミちゃんのね、こんばん、なんでしたっけ、こんばがわです。あ、こんばがわですね。もういただいちゃってくださいって今ツイートいただいてます。やった、ありがとうございます、ね。ありがとうございます。いただきます。ね。いただきます。そう、ありがとうございます。でね、実は昨日ですよ。昨日、8月の、はい、昨日17日ですかね。はい。はい、8月17日ですね。私とね、村山さんの2人で、はい、もっとね、あ、そうか、バガミちゃんもね、そうそう、バガミちゃんのこの、側の方だけね。本体だけ。本体だけ一緒に。宝塚の情熱ホルモンさんにね、お邪魔しましてね、はい、はい、さくらさん、もともと江東園のお店やってたさくらさんの打ち上げに呼んでいただいたんですよね。はい、で、まあ、そこでね、九州のユースト場のサトピーさんって方にもね、お会いして、もう今日はタイムラインの一つで姿を現すかもしれないようなね、すごいお楽しみという感じでございますね。楽しみですね。はい、
で、まあ、あとちょっと告知をダダッとしますとですね、まあ、バカメちゃんも今食べてますね、これね、もぐもぐ食べてますけども、こちらの関西チンスポウォーカーというですね、はい、本が出ました。おお、おめでとう。出ました出ました。こちらですね、私手元にも本がありますけどね、こちら関西チンスポーカーというですね、本が出ました。これもヤブがもうね10年間作りたかった本をやっと作ることができたということでですね、よかったね、ヤブストリーム魂がもういっぱい詰まってる一冊ですんでね、ぜひ一回一冊、はい、あれですね、ちょっと若いヤブさん載ってますよね。ああ僕ね、そうそうそう、3年前4年前に僕があのチンスポ取材した写真もね今回ガンガン載せてますんでね、ぜひ見ていただければと、はい、ね、あとねこれね、村山さんのね、イートアンドさんのね、よってこやさんのね、これ UFO カレーラーメンっていうのもね、これ実は紹介してましてですね、はい、まあ、UFO に形が似てるだけなんですけどもね、そのラーメンを今絶賛発売中ですんでね、似てるだけって言わないよね、まだこれあのラーメンの上に乗っているこの柚子がね、実は UFO の光を表現しているというね。そうなんです、この柚子が結構、まあ、カレーも美味しいんですけど、うん、柚子がアクセントになって、あ、非常に美味しい、いい香りが出てる、出てるということなんだね。そう、そうなんですよね。ぜひこれもね、食べていただければなと思いますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。はい。はい、では早速ですね、予告通りちょっと今日のじゃあゲストを、はい、そろそろ紹介しましょうかね。今日はいい匂いがしてますね。今日はいい匂いがしますね。いや、いつも女性なんでいい匂いするんですけどね。今日は特にね、今日は特に人数が3倍。そうそう、比率的にいつもね、やっぱ男臭かったのがね、女性が今いっぱい来ますからね。そうね、気をつけてほしいね。ヤブが変な目で見る。変な目でね、はい、変な目で見ないようにね、ちょっと思う。行こうかなと思いますけどもね。はい。ではあのここでゲストの方に、入場していただいま、もらいましょう。あ、あとねちょっとね、はいはい、カズモネさんがプツプツ切れるけど、こっちの環境、はい、あら、これちょっと配信のトラブルですかね。大丈夫ですか、プツプツ切れちゃう。でも今ちょっと腕をちょっと頭を悩ましてますね。大丈夫かな。こっちか向こうの、こっちか向こうか、カズモネさんの方か。カズモネさん、いつもカズモネさん見ていただいてますからね、ありがとうございます。ね、マスクウーマン様の今度食べに行きマスクって今いただきましたよ。ありがとうございます。します、配信は大丈夫ですかね。あ、今のところは大丈夫だそうです。カズマリさん、はい、すいません、もし何かありましたらまた教えてください。はい、ではですね、今日のゲストです。今日はですね、とってもキュートなね、トリオ楽団の方にお越しいただいております、はい、うん、ではトリオレブールさん入場お願いします。いや、いいですね、なんか入場のね、入場のテーマ曲を自分たちでこう演奏しながら入ってきていただいたというですね、うん、ちょっとこっちの無茶ぶりも聞いていただきましてね、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。クラリネットもスタンドがあるんですね。クラリネットもスタンドがあるんですね。あ、どうぞ皆さん座布団ご用意してますね。お茶も飲みながらゆっくりしていただきましてね。はい、ではあの改めましてあのご紹介いたしましょう、キュートなトリオ楽団の、トリオレブールさんでございます。はい、じゃ あ, あの僕のじゃあ左隣の方からお名前とその担当の楽器を教えていただいてよろしいですか。はい、はい、あとクラリネット担当してます、松村真美です。はい、よろしくお願いします。真美さんですね、真美さん。はい、でお次が、はい、ピアノ担当してます宮本ひとみです。よろしくお願いします。はい、ピアノの宮本ひとみさんですね、お願いいたします。はい、クラリネット担当しています宮本奈美です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。これはあの宮本さん2人いらっしゃいますけど、実は兄弟とかそういうオチですか、はい、いや、全然違うんです、ね、もしかしたら、はい、どっかまで辿っていくと、あ、いつかは一緒かもしれないですけども、かもしれないかもしれないですけど、ええ、大学で出会いました。そうです、あ、大学で、はい、大学で出会われた、名前の順とかが近くて、はいはいはい、あ、そうか、宮本さん、はい、宮本さんですからね、はい、で松村さんもまあ実は近いから。そうなんです、実は学生番号が私55で、ええ、57で、58でということなんですね。56番はどこに行ったほんまですね、56番仲間に入れてもらえなかったみたいなね感じですね、本当にね。そう、あ、もう今ね、いろいろまだツイートも来てますけどね、あのタコ屋さんもね、もうプー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 っていう形で今ねツイートもいただいてますね。拍手もらって、はい、拍手もね今いただいてね、パチ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 今いただいてますね。ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあお三人さんではトリオレブールさんというお名前で活動されてるんですよね。これトリオレブールって実はどういう意味なんですか。トリオはまあ分かりますよね、はい、3人組とかですね、うん、レブールって何ですか。
レブールっていうのは、フランス語で、夢見るっていう意味がありまして、夢見る3人で、はい、夢を見て、はい、なんか音楽を奏でていきたいなということで、うん、トリオレブールというふうにしてました。素敵、ね、素敵な名前ですね、バカミちゃんね、うんうん、レブールさん。そう、これどなたがつけられたんですか、ちなみに。3人で集まって、はい、会議みたいな感じですね。いろいろ候補を選んで、うん、なんかいろんな案があったんですよね、多分ね、ずらっとね。かっこいいなんか響きとか、はいはい、あ、響きとかで選ばれたみたいな感じなんですね。はいはいはい、で、何年ぐらい前から活動してるんですか？2009年3月なんで、はいはいはい、2年半ぐらいですね。もうすぐ来月で。うん、2年ん今年2011年、あ、3年も活動されてて、はい、じゃあもう3年、もう学校もじゃ卒業されて、でもう今は言うたらプロみたいな形ですよね。もうプロの形で、いや他のお仕事とかなんかされながらやってるんですか？あ、そうなんです。それぞれ普通に仕事をしながら、はいはいはい、演奏会とか、うんうん、自主公演したりとか、まあ、そう依頼演奏があれば行ったりしてます、してるんですね、はい、はいはいはい。そのお仕事っていうのは音楽に関係あるお仕事3人ともされてるんですか？いや全然関係ない仕事でやられてるんですね、はいはい。でこれじゃあ3人さんで、まあ、いろんな場所でそのコンサートとかやられてると思うんですけども、はい、最近どういったとこでやられたんですか？最近は、うん、2月に奈良の方で、あ、奈良の方で地元の方にあった奈良からお越しなんですね、今日もね、はい、お祭りがありまして、そちらの方で出演のご依頼いただいたので、はいはい、それで出演させていただきました。あ、そうなんですね。コンサート何曲ぐらいそんなやるんですか？その時は、まあ、3曲ぐらいだったんですけど、はいはいはい、自主公演とかする時は、うんうん、まあ、それぞれその1人ずつ演奏したりとか、その3人まとめてとか2人で演奏したりとか、うんうんうん、まあ、計6、7曲は、はい、すごい。それどういった曲をだからチョイスとかされるんですか？まあ、基本的にはクラシックの曲なんですけど、うんうん、まあ、でもお客さんとかもやっぱり普通の音楽あんまり知らない方とかもいらっしゃるんで、まあこれからの目標という感じな、はい、になるんですけど、まあ、聴きやすい曲とか、うん、よく皆さんがご存知の曲とかを、まあ、演奏していけたらなっていうふうには思ってます。なるほど。さっきとか入ってこられた曲って聖者の行進ですよね、はい、あれはね、うん、そうですよね。やっぱ入場のテーマということであれをチョイスしていただいた感じですよね。更新といえばという形ですよね。オリジナルで曲とかも作られたりするんですか？オリジナルはないですね。今のところは、今のところは。なるほど。じゃあ例えばじゃあ僕がこれ今後ね、なんか曲でどんどん渡していったらまた演奏していただくみたいな。ぜひぜひ。あ、マジか。ありがとうございます。ちょっと作曲家への道がちょっといやらしい感じになってますね。マージンをマージンをいただければ嬉しいなという感じですけどね。ありがとうございます。あ、今ね、つぶやきも来てましてね、いいともともさん、あ、これ高野さんですね。今ヤオバル会議真っ最中ですが、みんなで見てますと。これね、ヤオバルっていうね、イベントがね、あるそうなんですよ。はい、はい、これね、10月の29日土曜日なんですけどね、夕方5時から、夜の11時まで近鉄の八尾駅の周辺でなんか飲み歩きをするできる、はい、八尾バル2011っていうイベントがあるそうなんですね、はいはい。で、まあ、この今つぶやきいただいているともともさんという方が、まあ、中に入って、ね、やられてるみたいなんですけど、お酒とかってどうですか、3人さんは？酒は、うん、好きですね。あ、もうそれも正直に正直にそこはもう言っていただいて、はい、ビールが大好きで、ビールなどなど日本酒とかもじゃあお好きな？まあ、ちょっと苦手。あ、苦手で、はいはいはい。お二人は？そうですね、私はひたすら梅酒。あ、梅酒派で、ね、はい、いいですよね、この時期ね。この時期飲み歩いてどうですか、お酒は？私も梅酒好きなんですけど、ええ、最近やっとちょっとビールも美味しいなって思えるようになってきました。あ、大人にちょっとね、はい、ちょっと村山さん何でもいけますからね。私日本酒が好き。あ、日本酒が好きなの、姉さん日本酒と餃子でね、日本酒いっぱいいけちゃう。餃子さんビールですよね。
餃子。餃子すごい好きなんですよ。大阪王将。大阪王将の餃子が好き。餃子、餃子、はい、餃子いつもどこ行っても餃子を絶対頼む。ラーメン屋さん行ったら餃子絶対頼みたくなりますね。あら、いいですね。ラー油めっちゃ入れて、はい、辛くして。辛くして食べるのが好きなんですね。はい、すごい。今ね、ヤオバルの関係者の方がいっぱいね、つぶやきで、ヤオバルのアカウントとかも来てますんでね。もし、10月の29日、はい、お時間ありましたらね、ヤオに行っていただいて、ちょっとエロミヤンしながら、ちょっと演奏もね、していただけましたらね、これいいと思いますのでね。じゃあ、早速なんですけどね、やっぱりこれ皆さん今日見られてる方はね、ちょっとお三人さんの演奏をやっぱりちょっと見たいなっていう方が、やっぱりいらっしゃるので、僕らも含めてね。見たい、気になります。ね、見たいよね、バカミちゃんね。見たいですよ。ものすごく見たい。ものすごく見たいですよね。ね、あ、バカミちゃん可愛いって言ってくれますよ。バカミ可愛い。ありがとうございます。ありがとうございます。今日ね、バカミちゃんの中の人もね、髪の毛ちょっとバッサリ切ってある。そう。可愛らしく。ちょっと誰が来たんかと思うぐらいで、ね、ドキッとしました。そう、これちょっと番組の最後まで引っ張りますからね、これはね。バカミちゃんの変身するからね。ちょっと映り込まないようにして。あ、はい、気をつけます。ね。ですね。というわけでですね、じゃあ早速お三人さんに曲を一曲披露していただいてよろしいですか。はい、はい。曲名はちなみに何ていう曲ですか。クラリネット壊しちゃった変奏曲です、うん、はい、これは佐々木亮介さんの作曲のですね、はい、はい、じゃあ早速セッティングしていただきまして、はい、お願いいたします。お願いいたします。いやー楽しみですね。楽しみですね。楽しみですね。じゃあ準備ができたら合図なんかしてください。セッティングの、はい、いいですか。お願いしますね。ツイートでもみんな見たい見たいあ、来てますね、グーチンさんも、うん、ね、ありがとうございます。あ、ともともさん、日本酒美味しいとこいっぱいあるよって来てますね。これぜひ教えていただきたいですね。ね、皆さん10月29日のヤオバル2011でね、ぜひ皆さんで行きましょうね、これね。よろしくお願いいたします。はい、今ね、セッティングしております。この後ですね、トリオレブールさんによります、クラリネットを壊しちゃった変奏曲というのをね、演奏していただけるということでね。これタコスケ一さんもね、今パチパチって来てますね。みんな楽しみですね。いやー楽しみですね。ヤブストリームで初めてのこれね、演奏。歌はなかったですよね。なかったですね。やっぱそれもありましたっけ。なかった。なかったですよね。音楽系は実はなかったんですよね。そう。うん、いつかユッキーさんにも来ていただいてね、歌っていただけたら嬉しいんですけど、ユッキーさん裏番組やってるって若干ちょっと時間ずれてるんですけどね、今東京にいらっしゃるからね。そうそう。いや、ぜひでも時間が合えば来ていただきましてね。うん、はい、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。あ、大丈夫だそうですね。はい。はい、じゃあ、あ、今もう画面にもね、トリオレブールさん得意曲を1曲披露できてますね。ですね。はい、じゃあ参りましょうかね。ではトリオレブールさんによります演奏です。クラリネットを壊しちゃった変奏曲、よろしくお願いします
近くでね、ちょっと見れるなんて、もう感動的でしたね。しいですよね。感動。ね、バカミちゃんどうですか、ツイートもいっぱい来てるんじゃないですか。ともともさんが、はい、ヤオバルにも来て演奏してほしいかも。あ、10月29日土曜日、夕方5時から11時のヤオバルで。いや、素晴らしいですね。あの、うちのあのね、編集部のね、金山さんで後輩の子がいるんですけど、今、関西岡編集部みんなで聞いてくれてる。おー、ありがとうございます。ぜひ本家の関西岡 TV の方でも ね、また呼んでいただければ。ね、やったとか見てますか。編集長、トリオレムルさんですよ。ね、関西岡 TV の歌やってもらいましょう。いや、素晴らしいですね。もうみんなも拍手からパチパチ。いっぱいもうずらずらっと。もう、これが8ですよね。そうなんですね。たまに8、2、8、2でパチパチもあるんですけども。はい。めんどくさいからみんな8、そうそう、パチパチパチっていっぱい来てますね。ありがとうございます。だから本当僕らも聞いてて、だからいつの聞いたことがあるメロディーやなと思ったんです。あの僕の大好きなですよね。ですよね。あれが途中から曲調がね、すごい何段階が変わってみたいな。ああいうも曲がもともとあるんですか、そのこの佐々木亮介さんのその曲で。そうなんです。すごい。でも弾くのとか、なんかリズム取るのがなんか大変な感じが。ちょっと結構難しい。だ僕とか、まあ、村山さんバンドやってるんですけど、はい、その時はなんかドラムの人にも合わせてとかやるんですけど、3人の時って誰に合わせてやるんですか。もうそれぞれお互いを聞き合って聞き合って、はい、でも基本的にはやっぱりこう伴奏っていうか、あ、もうピアノでもう、はい、もう進んでってもらって、はいはいはい、そこに私たちも聞き合って吹くみたいな感じで。へー、すごいな。もう完成なんかされてますもんね、なんかね。いやいやいや、これはだね。いやいやいやみたいな。本当にまだまだ。すごい。ペペペペ。この曲自体はその学生の頃からなんていうかずっとやってきた曲みたいな感じなんですか。いや、いつからやろう。あ、これはさ、去年ぐらいなんですけど。はい。やっぱりなんかクラリネットの曲で普段やってるのはやっぱり皆さんが知らない曲とか多いんで、なんかロビーコンサートとか、その音楽されてない方も来てくれる場所とかではこういうのを曲したり。あ、なるほど。確かにこの曲だと結構ね、お子さんとかでもね、あ、この曲知ってるよって聞いてくれる感じですもんね。結構一緒に歌ってくれたりとか、あ、ね、ちっちゃい子とかは、うん、あのパッキャラワードの部分思いっきり歌える感じですもんね。すごい。だ今回ね、だからそのお得意な曲を1曲ね、お願いしますってことでね、最初にお願いしてたんですけども、これがやっぱり一番大好きな曲とかですか。そうですね、うんうん、やっぱり周りも一緒に楽しくなれるかなって、なれるかなという、はい、思います。
でね、今ね、あれですよ、あの魚もね、あの大阪電通大学の魚井教授っていうですね、まあ、すごい有名な方いらっしゃいますその人も今パチパチパチありがとうございます皆さん、魚井先生ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますね、まあ、どんどん来てますね、あのパノパ、パノスパーさんもね、こんばんは遅くなりましたとかね、今どんどんと人が集まってきてるような状況でございますね。そうで今日はだからね、このお三人さんにその僕はまたちょっとわがままなちょっとお願いをちょっとしちゃったんですけどもそのヤブストリームってまあこの番組がまあ今回実は10回目を迎える記念すべき回なんですね、はい、で、はい、いやいやもうありがとうございますでもその10回目のその回にふさわしいというかですね、そのエンディングテーマがあるんですよ。でそのエンディングテーマをちょっと3人の方にちょっとアレンジしていただけないかなというお願いをちょっとさせていただいてたんですが、はい、今そんなことそんなことそんなことそんなちょっと大それなことをちょっとねお願いしてしまった、ずるしいお願い、そうずるしいお願いをねちょっとしちゃったんですけどね。だからそういう曲のなんかアレンジとかってなんかされたこととかってあったんですか。普段はもうある曲を吹くことが多くて、今回私たちも挑戦本当にチャレンジした感じで、そうだったんですね、ほぼ初挑戦みたいな感じだったんですね。だ僕はあの曲、まあ、自分で作った曲なんですけども、結婚式、自分の結婚式の時に作った曲で、奥様と一緒に作った曲で、はい、歌詞とかも、歌詞とかも1番が僕書いて2番が嫁さん、うちの奥さんが書いて、感じで、そうです、愛があった頃の今は怒られますけど、今の太字でテロップ出してる、テロップはなしの方向でなしで向こうでやっていただいて、皆さんのタイムラインに書き込みを、書き込んで、もうちょっと証拠をちょっとやめていただいてそうそう、だからその時はだからもうギターのコード譜しかないんですよね。僕は鼻歌で作って、あこれは C かな G かなみたいな感じで、で今回はそのコード譜をお渡しして、まあ曲のねデータをお渡しして、それからまあアレンジだったと思うんですけども、どなんか難しかったとかなんかそういうのありますか？どうしようってなってもう3人ですごい嬉しいけど、こういうのやったことないし、はい、大学もそういうなんかあったんですけど、和声とかそういう授業があったんですか、コードの勉強とかもあったんですけど、はいはいはい、忘れてましたてだってまず譜面を起こすところからみたいな感じですもんね、メロディーのね、ラインを取ってからの、うん、そう、僕もだからそんなに大変なことになると知らずあれだったんですよ。僕 の、 そのあの曲を一度そのあれです、あのフレームさんっていうですね、あの宝塚とか活躍されているユニットの方がいらっしゃるんですけどね、はい、すごい縁結びユニットとして知られてる方で、もうライブに見に行ったらみんな結婚していくみたいな、すごい幸せなメロディーを奏でてくれる方いらっしゃるんですけども、まあ、その方が僕の曲をアレンジしていただいて、でうちの奥さんがレコーディングしてみたいなのを毎回エンディングで流しているんですね。はい、ちょっとじゃあ今エンディングテーマって今ちょっと流せますかね、いけますか、はい、今じゃあ、はい、プロフィデさんがちょっと今触りをねちょっと一番だけ、はい、皆さんにねどんな曲なのかっていうのを改めて、はい、あ今熊掛さん久しぶりですね、こんばんはっていただきましたね、熊掛さんどうもこんばんは、ありがとうございます、ありがとうございますね、電池マンさんね、ワイプで奥さんの顔出しましょうって言ってました、出しちゃえばいい、あ、これですねこのギターはだから僕が演奏してるギターではないんですよねそうです、僕はもうギターコードしか弾けないので、これはもう完全にそのウニカンさんっていうのフレームさんっていうね方たちがもう全部演奏していただいて、めっちゃいい曲、めっちゃいい曲でしょ、みたいに、みたいにになりますよ ね、アレンジって大切やなっていう感じですよねしばらくちょっと曲をね流しながら、はい、いろんなことがあったと、もう笑って話せるよ、大人になった世界は忙しく、時間はいつも僕のせいみんなで味わってます味わってるねまあこれだからこれまで曲を聴いたことがないっていう方にもねちょっと分かっていただくための大事な時間ですから、これ今歌ってるのが奥さん、ね、歌ってるのは奥さんですね、はい、演奏してるのはフレームさん、僕は何をしたんだっていうね僕は作詞と作曲ですから、あー、はい、あーってちょっとバカにちゃう、いや、いいってことですね、そうそう、プロデューサー的なね感じでね、
ていうね感じのまあ曲だったんですけどもね、まあ、この曲をだからアレンジしていただいたということで、まあ、この原曲も何曲か聞何回か聴いていただいて結構覚えたんじゃないですか。もうじゃあそうですね、もうずっと流れてます、ずっと流れてるんでそうなんかさっき夢にまで出てきたみたいな、寝るとき大体上にこうサビがずっとそんなに聞かれることってなかったんかもしれない、ね、なかったですよね。だってもともとその結婚式の1回だけ僕が演奏して奥さんが歌ってっていうのを披露して、それからずっと封印して封印してたんですよね。歌う機会もなかったですし、だからそれをまあ今回そのユーストリームを通じてそのウニカンさんって方で知り合ってもアレンジしていただいて日の目をやっと見たみたいな感じなんですよね。でこれがさらに今回、まあ、これアレンジしていただいてさらに一歩踏み出せるかなという、一歩どころかなかったらごめんなさい。いや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 、もう夢はもう甲子園の入場曲になったらいいなという、ね、感じで考えてますからね。はいですね。はい、じゃあ、まあ、今回はだからこの曲の、1番があって、でもう一度そのサビを繰り返すみたいな感じになるんですよね。サビ1回でも最後の繰り返し、はい、せずに、最後の締めの方に、締めの、はい、もう締めてここのところですね。始まるのが2回繰り返しということで、サビの部分が2回最後になるってことね。こう、あ、1回です1回ですかね、はい、ありがとうございます。全然大丈夫です、ね、でもなんか僕らも聞くの初めてですからね、これね、はい、いよいよここからですからね。そう、いや、ありがとうございます。いやで、有効とね、現地マンさんもね、さては印税収入を狙ってるなってね、ちょっとバレバレのトリオレムールさんにもやっていただいて、印税収入をね、いつかいただけたらちょっとずっこいこと考えながらですね、お届けしてますけどもね、はい、ですね、まあこういう曲なわけですよ、はい、ですね。なんかそのアレンジするときにこういう風にしたみたいな感じあります？しっとりした感じにしようかっていう話で、あ、しっとりした感じで、はい、はいはいはい、ちょっとしんみりしっとり、しんみりしっとりで結構じゃあ本当に結婚式とかでもう演奏とかされても、してもすごいいいと思います。いろんな方に ね、うん、ねやってもらえればいいですね。あ、ね、いやでももう逆にもうコンサートで全然弾いていただいて構いませんので、僕の曲をどんどん やってください。逆にありがとうございます。はい、じゃあ早速弾いていただいてよろしいですか？はい、いいですか、はい、はい、じゃあちょっとまたスタンバイをじゃあお願いいたします。はい、お願いいたします。どうぞどうぞどうぞ。いやいよいよですね、いやいや、ちょっとドキドキしますね、これ ねドキドキしますね。どの曲がどうなるのか。そうなんですよ。ウニカンさんの場合はやっぱりギターをメイン で、ね、今回ねアレンジしていただいた。ギターいないですもんね。そう、今ギターいないですから、うんうん、言うたらまあオーケストラバージョンみたいな感じですよ。オーケストラバージョン、まあ 3人ですけど ね、 ピ ね、まあ、ピアノがあってクラリネットがあってですからね。いやすごいですね、楽しみですね。すごい、うん、あ、コンペイトーさんありがとうございます、こんばんは来ましたね、ありがとうございます。すみのり、ね、さんもね、こんばんは来ましたね、ありがとうございます。 あと昨日ねお会いしたトレインエムさんもね来てますね、ありがとうございます。昨日ありがとうございます。あ、もう昨日本当ありがとうございました、本当ごちそうさまでございました。楽しかったですね。ありがとうございます、ありがとうございます。もう準備ができたら合図してくださいね。 OK ですか？大丈夫です。あ、大丈夫なんですね。わあ、いよいよだ、どうしよう、もっと引っ張った方がいいですかねドキドキしますね。はい、いいですか見ないでください。なんでちょっと、はい、じゃあいいですかね、はい、はい、じゃあ、トリオレブールさんによります、ヤブストリームエンディング曲、エンディング曲、終わった感じ、見たいねすいません、トリオレブールさんによるですね、ヤブストリームエンディング曲、今日から始まる物語の、アレンジ曲、アレンジをね、お届けしようと思います。ではよろしくお願いします。Thank you.
ね今ね。いや戻りましたね。二人は新婚の新婚にドラマチックな。ドラマチックな。すごいですね。もうこういう曲みたいになってましたねもうね。いやすごい。すごい。いや素晴らしい、ありがとうございます。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 いやちょっと感動的な感じでしたね。そうですね、これ。ちょっと途中楽譜がね落ちるというトラブルがあったんですけども、大丈夫でした。はい、大丈夫でした。ありがとうございます。いやすごいですよ。ねえ、ね。いやこれだからもう今後だから結婚式とかでね、いろんなところでちょっと弾いていただければと思うんですけども、まあ。みんな知らないですけどね、この曲。いきなり吹き出して、っうん、えっていう。なんでこの曲ってなりますかね。小袋じゃないのみたいな。違います。ね、コンペイトーさんもね、もともと A 曲でしたが、アレンジ変わるとまた一段と A 曲にっていうね、今ツイートも来てますね。拍手がいっぱい。拍手がいっぱい来てますね。いいんですか、ヤブさんの曲なのにこんなに素敵にして。ね、いただいてね。ちょっともう嬉しすぎですよね。でね、今ねあのうちの編集部の金山さんからヤブさん歌ってくださいっていうちょっとリクエストが、いいですか歌ってしまって、歌ってもいいかな、あいいと思うっていう、シーンシーンというね感じでね、あじゃあちょっと歌わせていただいてもよろしいですよね。おっ、なんですか、いやもうここはちょっとヤブさん歌うとこ聞いたことないです、びっくりするぐらいにびっくりしますよ。いろんな意味で多分びっくりしますよ、僕の歌は。どっちの意味で、どっちの意味でかなっていう感じですけどね。どっちのマイクを使ったらいいですか。来てます、タコスケさんからいいとも。あ、いいとも来ました。あ、こっちですね。すよ、こっちですね。はい、これを外しますね。はい、これ外します。じゃあ歌う位置はここで、あ、どこでも好きなところで、ここでもいいですよ。もう真ん中で、真ん中はちょっと一人離れて、ダンスとかいいんですか、ダンスとか。え、マジテレ、マジテレ、違いですか池田さん、これは真ん中で入った方がいいんですか、横の方がいい、歌う人ってどプロの苦笑いが出ました。真ん中行きます、はい、どうぞ。入れますか、あ、多分行けますか、はい、大丈夫だと思います。まあマイクが大丈夫かな、はい、よいしょ、よいしょ、こんな感じですかね、はい、わーわー緊張する。テンポじゃさっきのテンポでですよね、あ大丈夫ですか、大丈夫かな、ああななな、そうそっち向けます、なな長い長いこのキーですね、はい、はい、僕これ歌うのほんまに何年ぶりの、今日思い出して、今日大事なところで2回も噛んでるけど大丈夫かな、ねえ、もうちょっと歌詞もちょっともう覚えてないから、こう手持ちで歌わせていただくと言っていただく、はい、じゃあいつでもいいですよ、行きましょうか、はい、はい、あちょっと待ってください、ちょっともう一回キーなー、はい大丈夫です、はい、大丈夫ですか、はい、大丈夫です、はい、長いトンネルを抜けたような気分で今ここにいる、いろんなことがあったと、もう笑って話せるよ、大人になった世界は忙しく、時間はいつも僕を責めるけれど、家に帰ればいつだって君が笑顔をくれるから、夢に描いていた理想のライフスタイル、きっと叶えられる、もう歩いて行ける、一歩ずつ進んで行こう、
がとうございました。ありがとうございました。いやすごいですね。これめちゃめちゃ嬉しいですね。これね。綺麗な歌声で。あ、ほんまですか。あと村山さんがクス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 なんかね。でね、すごいアップにされてたんですよね。あ、本当にあの池田さんの悪意があるあのカメラワークで池田さんずっと画面見ながら笑ってた矢部さん贅沢すぎるってコメント来てます。そう、コウフェイトさん、あとね、はい、駒掛さんが矢部、はい、さんどっかの宗教のおっちゃんみたいこんな衣装着てるからですかね。矢部ストリームだってもう矢部のやりたい放題です。そうですね、僕の好きなことをね、夢が叶ったという。だって生演奏バックで歌えるってないですからね。もう最終回だからね。最終回じゃないです。記念すべき10回目ですからね。記念すべき最終回で歌えて、ね、ふさわしい感じ。ふさわしい回でしたね。わ、本当にね。どうもありがとうございました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあちょっとお席の方にちょっとまた座っていただきましてですね。はい。ちょっとじゃあちょっと座りますね。ちょっと繋いでみてください。はい。はい。ツイートで。いやー、ツイートの方、イエーイ、パチ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 、もう拍手がね、拍手がもうすごいことなんですね。切り口さんもヤブさん歌うって、うん、すいません、歌ってしまいましたね、歌ってしまいました。いやー気持ちよかった。もともとこのキーで僕作ってたんですよね。あ、そうなんですね。そうです。で、奥さんが声高いんで、あのウニバーさんにお願いして高いキーでアレンジしてもらったんですけども、いや久しぶりに自分のキーで歌えると気持ちがいい。よかったでしょ、歌うまかったでしょ。まあ、無言がっかりな、ちょっと。いやいやいや、なんかね、面白い方に行くのか、超感動の方に行くのかと思ったら、はい、どっちに、ちょっと感動の方ですよね。感動よりの普通みたいな。あれちょっと、いや、でもすごくね、いい感動的な、生演奏がいい。生演奏が良かったですよね。生演奏が良かったから、いやすごい、もうちょっとこのアレンジはかなりゾクゾクしましたね。いや、時間も吹いてて、いや本当にね、だからね、本当さっきもちょっとちらっと話をしてたんですけど、うん、あのお三人さん、トリオレブールさんと、で僕ギター弾けますんで、で村山さんがベースをバンドで弾いてるんですよ。ちょっと5人でちょっとバンドができないかなと、ね、ぜひ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 ね、そう、いや、やりましょうよ、これはこれはやるべきですよ。ねえ、めっちゃ贅沢ですけどもね。練習しましょう。そんな飛び火があるとは思わなかった。練習しましょう、ベース、はい、僕ギター頑張りますから、頑張って、ね、頑張りましょうというわけでね、はい、じゃ あのトリオレブルさんね、今日せっかく来ていただいたので、ちょっと告知などをね、ちょっとしていただければなと思うんですけど、はい、はい、告知のボードをじゃあちょっとバカミちゃん、はい、渡してください。はい、どうぞね、ちょっと今後のね、やっぱり活動がやっぱり気になる。はい、じゃあカメラさんは、カメラこれですかね。あ、これ池田さんの方に、あっちの方に、あっちで見せてくださいね。 あっち、あっちですか。はい、はい、じゃあどうぞ。はい、あ、マイクで、この辺でいきますかね。はい、いきますよ。はい、はい、ガッツリ映ってます。あれ、見ながら。はい、読んでください。めっちゃ目線で。今年の10月2日の日曜日に、奈良県の天理市文化センターというところで、U&I グランドコンサートという演奏会を、の方が、開催されるんですね。はいはいはい、そちらの方に、私たちトリオレブールが出演させていただくことになりまして、でもともと U&I ロビーコンサートというロビーコンサートがありまして、うんうん、そこでちょうどお声をかけていただいたというか、うん、選ばれました。はい、選ばれた、すごいじゃないですか。の方を、演奏させていただきます。はい、演奏曲は、まあ、クラシックになるんですけど、クロンマーという作曲家の、はい、コンチェルト、競争曲ですね。コンチェルト、はい、うん、コンチェルト、コンチェルトちょっと噛みかけてちょっと危なかったですね、今ね、何回かもねっていうという曲を、はい、10分ぐらいなんですけど、そのいろんな出演者がいる中の、1枠に、出演させていただくことになりましたので、すごい、はい、でも入場無料だからね、これね、はい、そうですね、はい、無料です。もうぜひ、ちょっと奈良県外の人だったらちょっと遠いと思うんですけれども、いやいやいや、はい、みんなね、もう聞きに行きましょう、これは行きましょう、これね、ぜひぜひ、10月の2日日曜日、あのホールみたいなところでやります。あ、そうですね、はい、そうですね、うん、じゃあ今日ここよりももっとなんか反響する感じのところですね。そうですね、ですね、はい、はい、ですね、じゃあこれね、U&I グランドコンサート10月2日日曜日ということで、ね、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お、さらに出てきた、もう一枚やった、はい、どうぞ。第3回学芸会チャリティーコンサート。お、学芸会、はい、12月4日、今年の12月4日の日曜日に、学芸会ピアノサロンっていう片山先生、私のピアノの先生のお家で
チャリティーコンサートを3ヶ月に1回行ってるんですけども、その第3回目に、うん、レブルがちょっと出演、はい、おー、すごいじゃないですか、はい、なりまして、うん、入場料は500円なんですけども、はい、東日本大震災 の、うん、あのチャリティーの日本赤十字社を通してもう全額義援金として、あ、全額、はい、毎回届けておりますので、いや、寄付もできるし曲も聴けるというね、はい、素晴らしい、うん、で出演が私たちと、あと私のピアノの先生の片山道博先生が出ます、うん、あ、片山先生、はい、ちょっと堺市なんですけども、はい、ちんちん電車で、うん、花田口でしたっけ花田口駅っていうのがあるんですね、はい、はい、職員とかなんかそのあたりの、はい、なんでよかったら、これはちょっとまだ曲は決まってないんですけども、じゃあ今日から始まる物語を、そう、いいですか、いや全然やってください、もうむしろやってくれた方がありがたいですよね、じゃあ、うん、やらせていただきます、はい、ありがとうございます、やった、はい、ちょっとどんどん広まっていきますよこれね、チャンスです、広げていきます、先生のご自宅なんですね、ご自宅 で、 あの70人ほど入りますので、はい、お早めに、お早めに35名はもう決定してたよみたいなので、はい、あと半分も、これ行きたい人はどうしたいんですか、もう直接行ったらいいんですか、この2時半に、それともチケットとかで買うんですか、チケット、はい、まだブログに載せます、わかりました、トリオレブルさんのブログに行けば、はい、あの購入先わかるということですね、はい、また近々載せるようにします、かしこまりました、はいはい、ありがとうございます、12月ね、12月の4日ですからね、はいはい、ぜひ皆さんこれ忘れないように、ね、よろしくお願いします、お願いします、よろしくお願いいたします、今ね、あのグーチンさんという方もね、あの U&I グランドコンサート詳細とか全部貼ってくれてますので、もうありがたいですね、グーチンさんありがとうございます、もうありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあ今日ね、これだけやっぱ演奏していただきましたから、もうお礼をやっぱりこうしないといけない、 お礼をね、はい、というわけで、はい、皆さん恒例のあのコーナーでございます、究極のハンバーガーを作ろうのコーナー、イエーイもうなんか作ってるのかすごいですね、これ田中さんの仕業、あ、すごいですね、田中圭一郎さんがまたやってくれましたね、ありがとうございます、さすがです、さすがですね、はい、今日のですね、ハンバーガーをまたこれね、紹介させていただきます、どうぞ、一つずつ、わー、すごーすごい、大きいハンバーガー、はい、どうぞどうぞどうぞ、こんなケースに入ったハンバーガー、ケースに入ったハンバーガー、そんなケースがあるね、もうどうぞ、開けて、はい、開けてくださいませ、はい、これいい匂い、結構開けて、ここ一個開けて、そこ一個開けていいですか、はい、こちらのハンバーガーなんですけども、よいしょ、こちらですね、はい、ここに一つ置けますか、すごい、はい、ここの手前にどんどん、いよいしょ、よいしょ、こんな感じで置きましょうかね、はい、マグちゃんの前にもね、いい匂いがする、いい匂いしてきましたね、はい、じゃあこちらハンバーガーの情報を、画面の方に出ますでしょうかね、出ますかね、ペロッと、あ、出ましたね、こちらですね、京都、勝弘デリカテッセン谷町四丁目本店さんのですね、谷町、ヒレカツバーガーというですね、ヒレカツバーガー、ヒレカツバーガー入ったバーガーでございます、どうぞもう一口もかぶりついちゃってください、どうぞどうぞ、あのお茶もありますね、あ、ありがとうございます、はい、どうぞどうぞ、どうぞ、あ、もう外れないです、大丈夫ですかね、かなりのこれ、もうね、顔とだから比べていただけたら、ね、カメラ行けたら、ね、池田さんがかなりの大きさ、そして肉がね、ものすごい分厚い、どうですか、どうぞどうぞどうぞ、おいしい、こちらね、あの、うん、カツサンドの名店さんが作られたハンバーガーなんですよ、おいしい、そうすみません、リアクションがもうね、いいですよね、そう、ソースとかもすごいおいしいです、美味しいでしょ、うん、そうそう、だから元々だからそのカツサンドだけでやってたんですけども、今回まあハンバーガーとしても売り出したところ、これがまたもうメガヒットしてまして、うん、はい、でまあこれはね、谷町ヒレカツバーガーっていう商品なんですけど、さらにこれのパワーアップ版、ボリュームでっかい版で谷町メガヒレカツバーガーっていうのがあるんですよ、メガがついてます、はい、でまあメガヒレカツバーガーの方も、料金はあんま変わらずですね、100円プラスぐらいでも販売してますので、ね、ぜひこれ食べていただければなと思います、でまあ、本当に肉がね、柔らかいのでね、もう本当にちょっと噛んだだけでね、結構喉の奥に吸い込まれていく系の、はい、でまあとんかつといえばの、まあ、キャベツの千切りがもうたっぷり、これね、美味しい、美味しいでしょ、これがね、すごいね、バランスがやっぱりいいんですよ、栄養も、はい、あと中になんかローストビーフみたいなの入ってないですかね、なんかこう上に乗ってますね、あ、ごめん、そうなんですよ、ロー
ズビーフカメラさん寄れますかね。よいしょ、チラリとこんな感じで入ってますね。ローストビーフもね、すごい。だからもうとんかつだけじゃなくて、そういうローストビーフまでね、こだわるというですね、めちゃめちゃ贅沢なハンバーガーなんですよね。肉すごい柔らかいですね。柔らかいでしょ、うん、そうなんですよ。だから意外とボリュームはすごいあるんですけども、女性でも結構サクサクっていけちゃうというですね、はい。で、あとまあパンがね、バンズはね非常に美味しいということもね、結構こう味わいで、もうパンだけ食べていただいてもマヨネーズがすごい裏側に塗ってあるんですよ、たっぷりと、はい。だからまあソースとやっぱりマヨネーズが合わさって、まあ、なおさら美味しいっていうね、ちょっとお好み焼きみたいな感じになってね、いいかなという、はい。まあ、個人的にはこうカツサンドも一緒に食べたんですけど、ハンバーグの方がやっぱ美味しかった、うーん、ですね。そう、ピクルスが出てきました。あ、ピクルスも出てきました。そう、ピクルスが入るとグッとやっぱりハンバーガーらしく ね、 なりますね、味わいがね、なりますよね、うん。どうですか、デイブルーさん、こういうでかいハンバーガーとかって食べたこととかは。初めてです。初めてですか。はい、すごい美味しい、本当に。いや、実は関西ではこういうもう大きい、ちゃんとしたもうご飯にできるハンバーガーがいっぱいありますんで、うん、ぜひまたね、これを機会にちょっとどんどん食べていっていただければと思います、はい、食べ歩きします、はい、食べ歩きをしてください、はい、ハンバーガーのですね。でこちらですね、あの皆さんこのハンバーガーの情報なんですけども、あの皆さんが見てる画面の下にあのヤブストリームの Facebook を埋め込んでまして、そこにこのお店の情報を全て掲載しておりますんでね、あそこピッとこうクリックしていただけましたら、あの情報見れますから、うん、ね、ぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いします、はい、お願いします。じゃあ、あの食べながらで結構です、ね、このままちょうどね時間もねいい感じでなってきましたので、エンディングの方に入っていきますね。じゃあここで、皆様お待たせいたしましたのですね、バカミちゃんのねちょっと中の人もね、いよいよちょっと登場していただきましょうかね。ここにじゃあ今日入ってきてもらっていいですか。はい、はい、じゃあ、バカミちゃんの中の人の横断みずきちゃんです。お願いします。こんばんは。お邪魔します。ありがとうございます。こんばんは。おいでませという感じでね。いや、もう髪の毛バッサリと切りましたね。バッサリ切りましたよ。イメチェンしました。イメチェンしましたね。いや、可愛らしいですよ。ありがとうございます。ぐっとね、夏らしくなりましたね。まかみちゃん、あの、まあ、お盆休みといいますか、まあ、まだ学生だと思うんですけど、はい、夏休みです。ね、どこ行ってたんですか、夏休みは。実家の香川に帰って、あの、コンピラさんで、うん、あの、かまたまソフトっていうのがあるんですよ。かまたまソフト。ソフトってことはソフトクリームなんですけど、はい、もともと生姜入りのソフトクリームで、うん、それにあの醤油とネギを乗せて、はいはい、一緒に食べると釜玉うどんっていうのがあるんですよ。はいはいはい、あの卵と出汁で混ぜてるっていう、その味がするソフトクリームがあって、はいはいはい、それを友達に教えてもらって、うんうん、行こうって食べに行って、はい、めちゃくちゃ美味しかった。美味しかったですか。行ってください。コンピラさんも行けるし、釜玉、うんうん、ソフト食べれるし、はい、そこでうどんも食べられるんで。うどんも食べられる。別のお店があるんで、うんうん、うどんも食べられるって。いや、もう香川といえばやっぱりうどんですからね。うどんですよ。うどん食べずに帰ったらもう損ですから。損ですからね。もうバカミちゃんもおすすめのね、釜玉うどん。いや、釜玉ソフトか。ソフト。ソフトですね。でも釜玉うどんはもう香川では有名なんで、うん、ぜひ食べてもらいたい。ね、うどん屋さん巡りとかもね、できますからね。もう巡ってください。そう。いろんなとこ行って、うんうん、その、ショーっていう大きさがあるんですけど、ショーをいろんなお店でかけうどんとか食べ比べして、はい、お気に入りのお店見つけてもらったりとか。うんうん、はいはいはい。香川に知り合いがいればちょっと、ね、教えてもらって、俺教えてもらいますからね。トリオレブルさんと香川でうどんとか食べに行ったことありますか。あります。 ありますか。おいましたよ、早速ね、もうファンの方がね、はい、なんか香川の駅にスポンジボブみたいな石器みたいなのありません、ね、石器、あの、なんか何石碑みたい、石碑みたいなあるんですか。はい、なんか何の形してるんですか。それは四角で、うん、めいめい口ではないてて、スポンジボブに似てて、そう、うどんを模してるんですかね。わからないですけど、うん、うどんも美味しかったです。へえ、すごい。いや、これはね、ぜひね、皆さんまだ秋もね、3連休がありますから、はい、ね、そのタイミングでそう、行っていただければなとね、思いますね。ありがとうございます。じゃあここでね、ちょっとね、あのヤブストリームからあの告知がね、ちょっと2つばかしございまして、はい、まず告知の1つ、文字出せますかね。じゃじゃんというわけで、あ、ちょっと今田中さんが油断してましたね。告知1、あ、なんかすごいかっこいい感じでしたね。じゃじゃんという感じでね。はい、告知1、まず一つ目がですね、あの、やぶ、あ、動画になってますね。あの、動画ですね。はい、これは田中さんのこれはミスですね。動画。動画ですね。あの、僕はあの童話書いてるんですよ。童話っていうか小説書いてるんですけども、前に一度このヤブストリームっていう番組で朗読をしてくれるあのカフワさんっていうね、朗読家の女性を読んで、僕の作った小説とか童話を読んでもらったことがあったんですよ。はい、いらっしゃらなかったですかね、その時ね。そう、で、その童話の中で、
本当にお子さんに向けた感じの王子様が主人公の話があるんですけども、それをなんか誰か絵をつけてくれませんかみたいなことを僕はここで話してたんですよ、うん、そしたらたまたまうちの関西オーガの編集部にあの絵を持ってこられた方がいらっしゃいまして、でその方に僕童話を見せたら絵を僕描きますよっていうふうに言ってくださったんですよ、はい、でちょっとその人に絵付けをしていただいて絵本にしてちょっといろいろコンペに出していこうかなと、うん、本になるかもしれないということですね、はい、でまあ、どんなイラストかというとですね、まあ、こんな感じのこんなこれでハガキいただいたんですよね、こういうイラストですね、はい、見えるかな、上の方がいいですね、よいしょ、こんな感じです。カエルもいます。よいしょ。ぴょんぴょんぴょん。こうですね。こんな感じのイラストをあの童話にちょっとつけていただいて、はい、いつか絵本になるのを目指していこうかなと思ってますんでね。また新着状況はこのヤブストリームでどんどん発表していきますんでね。ぜひよろしくお願いいたします。はい、こっちの一つ目でした。拍手。はい、ありがとうございます。はい。では、まあ、告知の二つ目ですね。告知の2っていうのをバッと出していただいて、はい、告知2ピエッと出まして、はい、まあ、これはさっきも出したんですけどね、はい、これでまあ関西チンスポーカー出ましたよということでね、はい、これはぜひよろしくお願いいたします。もうこれも、はい、くれないんですか？買ってください。こちら1冊ね880円でもうあの関西中心の本屋で買えますんでね、レブールさんもあの面白いスポットいっぱいこれ載ってますから、はい、よかったら買ってください、はいはい、強制ではありませんがよかったら1人1冊ずつ買ってください、どっかで。よろしくお願いいたしますということでね、ありがとうございました。はい、はい、じゃあ、これでまあ今回放送がまあエンディングになって終わっちゃうんですけども、はい、せっかく今日はねトリオレブールさんがいらっしゃるので、はい、まあ、いつものエンディングテーマ、いつまた歌が流れるんですけどね、3人のやっぱりあの生演奏で今回ちょっと終わりたいなと思ってますよね。なんでちょっとまだハンバーガーちょっと言ってたら蓋をこう食べていただきまして、はい、またお預けという感じでですね、はい、はい、ちょっとじゃあまたセッティングしていただいてよろしいですか？はいはい、すいません、ありがとうございます。はい、はい、ですね、じゃあ今回何がゲスト、トリオレブルさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。歌わないですか？はい。いや、もうエンディングは、はい、エンディングはもういいでしょ。いらっしゃい。エンディングは、何回歌わすの？2回目ですか？ね、もうないですよ。もう機会ないですよ。もうないです。ください。またコラボ。歌いましょうか。ちょっとやりましょうか。アンコールが来た。生まれて初めてのアンコールが来たということでね。ちょっと、あ、真ん中へ寄って。じゃあエンディングテーマのあのあれだけお願いしますね、テロップだけ。はい、でいつものあの曲の長さがありませんので、ちょっと巻いた感じのあれですね、はい、でお願いいたします。はい、じゃあヤブストリーム第10回目どうもありがとうございました。次回放送はまた未定ですけども、また素晴らしいゲストをお呼びしてですねやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ行きましょうか。はい、はい、長いトンネルを抜けたような気分で今ここにいる。いろんなことがあったと、もう笑って話せるよ。大人になった世界は忙しく、時間はいつも僕感じで、エンディング間に合いましたね。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。